ボンカレー、ボンカレー、ボンカリーは、大塚食品が発売する、レトルトカレーの商品名で、同社の登録商標、日本第96万1090号である。日本初のレトルト食品。甘口、中辛、辛口の3種類がある。現在の主流は、フルーツベースのボンカレーゴールド、音色で描かれた、同心円のパッケージで知られる。 商品名の由来はフランス語の形容詞本から、来ていて、良い、優れた、美味しいという意味である。一人暮らしの男性、独身でも温めるだけで簡単に食べられることから、チョンガーカレーという案もあった。2018年、発売50周年を迎えた。ボンカレーを発売するきっかけとなったのは、会社にあった不良在庫のカレー粉をなくすためだったと言われている。 大塚科学での約2年の研究開発期間を経て、1968年、昭和43年2月12日に、大塚食品工業より、世界初の一般向けの市販レトルト食品として発売された。当初は、阪神蓄限定発売とされた。当時のレトルトパウチ、高圧釜レトルトで高温加熱殺菌するために、食品を封入する袋は、 透明な合成樹脂の実による二層の積層加工であったが、これは強度に問題があり、輸送中に穴が開くなどの事故が多発した。このため内側のポリプロピレンと外側のポリエステル缶にアルミ箔を挟んだパウチに改良して強度を増した。同時に空気遮断機能が向上し、光も遮断するようになったため、賞味期限が3ヶ月から2年に伸びた。 開発当時はまだ高温加熱殺菌の技術が世界的に珍しかったため、賞味期限が2年も伸びるというのは一般消費者には信じられなかったという。翌1969年、昭和44年4月にはこの改良版パウチで全国発売された。テレビ CM にはパッケージのモデルである女優の松山陽子と俳優の品川隆二を起用した。 ボンカレー発売当時の宣伝は3分温めるだけですぐ食べられるという内容のものであった。宣伝からもわかるように保存性よりも簡便性を全面に打ち出しておりインスタント食品の一種として普及していった。また松山洋スパッケージのもので味は野菜ベースであった。当時20人の営業マンが全国各地の商品を置いてくれた小売店に9万枚以上の 放浪看板を自ら貼って回って、普及に努めた。1973年、昭和48年、毎日放送が制作し、全国ネットで放送されたバラエティ番組、ヤングオー王、王の司会で人気者になった落語家の笑福亭二角が出演したテレビ CM は、当時流行した時代劇、小連れ狼のパロディで大ヒットした。二角が、 小連れ狼の主人公、ハイチ等に扮した CM で、二角の三分間待つのだぞというセリフと、じっと我慢の子であったの滝口平によるナレーションが、日本中に多くの関心を集めた。二角の CM は、NHK の大河ドラマ、勝海舟にちなんで、勝海舟に扮した二角が、時世は、待っちゃくれないよ。でも三分間待つさ。メリケンにもこいつはないさ。 と言ったり、野球選手に扮したバージョン、CM ソングは、大塚グループ提供のテレビアニメ、巨人の星のテーマ曲もあった。1978年、昭和53年には、ボンカレーゴールドを発売。ボンカレーと食材の構成を変えた、この商品は、ボンカレーにとって代わり主力製品となる。CM キャラクターには、巨人軍、当時の王貞治、後に、郷ー美。 田村正和、所ージ、松坂恵子、池谷幸夫、友坂理恵を起用した。1989年、平成元年、第10回レトルト食品品評会において、ボンカレーゴールドが、農林水産大臣賞を受賞。ボンカレーゴールドの内容量が 180g から 200g となった、ボンカレーゴールド200にリニーアル。1993年、 平成5年、食べる直前に、別店の香味スパイスを振りかけて食べるカレー、ボンデラックスカレーを発売。カレー自体は中辛だが、香味スパイスを振りかける量に応じて、辛さを自由自在に調整できる。テレビ CM には、松坂慶子と、当時、光源氏のメンバーであった山本淳一を起用していた。2001年、平成13年2月、21世紀に入ったのを、 記念時、ボンカレーゴールドは、ボンカレーゴールド21として、リニューアル発売された。2002年、平成14年8月までは、大塚科学が製造、大塚食品の販売であったが、大塚科学が2002年、平成14年9月1日に、持ち株会社化して、大塚科学ホールディングスとなったのに伴い、食品、飲料事業、オロガミンシー事業は除くは 大塚食品に移管された。2003年、平成15年に、ボンカレーがリニューアルされる。従来の調理法は沸騰したお湯に袋ごと入れ、煮立つのを待つもので、電子レンジを使う場合は、袋から容器に移し替えて温めなければならなかったが、レトルトパウチの改良により袋のまま電子レンジに入れて調理できるようになった。CM キャラクターには、安部博士と雪沙織を起用。 これに伴い初代ボンカレー松山様子パッケージは沖縄県の消費者志向から主に沖縄県向けに販売が継続された。2005年平成17年に新しいパッケージと味のボンカレークラシック松坂稽古パッケージを発売。クラシックと商品名にあるが復刻版ではなく全くの新商品である。また2007年平成19年5月には ボンカレー発売40周年記念として、初代松山版が50万色限定で全国発売された。2009年、平成21年2月12日に、箱ごと電子レンジで温めるボンカレーネオを発売。その1日前にこの商品を記念して、カレー好きの関根勤務、黒沢香織及びゴスペラーズを呼んで、ボンカレーネオ制裁が行われた。さらに9月8日には、 ボンカレースマイルプロジェクトがスタート、関根勤トムが CBO、チーフボネカリーオフィサー、最高ボンカレー責任者を務め、2010年3月まで半年にわたり展開された。2013年、平成25年2月12日、発売45周年を記念して、主力商品のボンカレーゴールド21を発売当初と同じ名前のボンカレーゴールドにリニューアルし、 ボンカレーネオと同様に箱ごと、電子レンジでの調理に対応した。テレビ CM には、鈴木京香を起用した。2015年、平成27年プレミアム商品、ザ・ボンカレーが登場。じっくり時間をかけて下ごしらえした牛すね肉や、国産野菜などの厳選素材を使い、まるで手作りするときと同じように、香味やサイナを炒めた後にソースを煮込む、二段仕込みを、 採用した。2018年、平成30年に発売50周年を迎えた。同年1月22日に東京都内で記念イベントが開催され、初代 CM キャラクターの松山陽子がビデオメッセージで私にとりまして、ボンカレーとは、この炎とした幸せを運んでくれる宝だったと思いますと語った。また、記念商品として、 ボンカレー50を3月5日に発売することも発表された。このほか、即席麺メーカーのエースコックからは、スーパーカップ。こちらも、発売30周年とのコラボ商品、スーパーカップ1.5倍ボンカレーゴールドが発売されている。同年3月5日には、中高級品シリーズ、ボンカレーグラン3種を発売した。 さらに50周年記念企画として JR 東日本グループとタイアップして開発した駅弁などを同年10月に売り出した。発売開始以降、世界中でおよそ20億食が消費されているロングセラー商品である。近年、カレーの本場であるインドでもレトルトカレーが普及しており、夫婦とも稼ぎの過程などで人気を博している。 その他にも一部地域のみの限定販売商品等も多数商品ではないが1970年代にはボンカレーライスの名称でライス付きのボンカレーを販売する自動販売機が展開されていた。前述 CM の野球選手に扮した日閣が目印のその自販機は2017年現在も所有し稼働させているコインスナックが存在する。また、 探偵ナイトスクープでも紹介されたことがある。手塚治虫の代表作、ブラックジャックにて、主人公のブラックジャック以下、BJ の大好物であり、作中で、どう作ってもうまいものと述べている。アニメ版、アタックナンバー1、フジテレビでは、大塚グループがスポンサーを務めた縁で、ボンカレーが登場しており、NHKBS2 での再放送以外では、 セリフとしてそのまま残されている。大塚食品はかつて、火曜ワイドスペシャル、フジテレビの提供スポンサーをしていたが、同枠で放送された、ドリフライ爆笑でのコント、ブーの大災難、カノケコントにおいて、ボンカレーを、レトルトパックから中身を出して入れたが、原因で、スポンサーから降板した。年に、探偵、ナイトス朝日放送において、 37年間一度も開封されなかったボンカレーという白物が登場した。徳島県にある大塚食品の研究所に持ち込まれ、サンプル採取も行っている。大塚食品曰く、おそらく、世界に現存する最古にして、唯一のボンカレーであったという。この依頼の探偵であったカンニング竹山が、漢方薬のような匂いだと言っていたために安全性を考慮し、 試食は行われなかったものの、後に行った検査では、一切の雑菌類が発見されなかったことら、ボンカレーのレトルトパッケージは40年近くも、条件次第では、無菌状態を保てることが証明された。後に、この発見は、世界一受けたい授業、日本テレビにおいても紹介されている。パチンコ必勝ガイド、白夜処方市場において、 ボンカレー打法と銘打った攻略法が掲載されたことがある。3分間パチンコ台を休ませてから再び打ち始めるといった、いわゆるオカルト攻略法、機械の使用上効果はないが、特定の方法で大当たりを促進できるという思い込みや経験則による自己流攻略法の総称の類いであった。3分末イコールボンカレーというつながりはあるものの、このネーミングに至った理由は不明。 ゲームソフト、メタルギアソリッドピースウォーカー、コナミでは回復アイテムとして登場し、スネークとミラーが3分間待つのだぞや、じっと我慢の子であったといったセリフを発言る。阪神本線の区間特急は全面に、三重丸のボンカレーの箱に似たデザインのマークが取り付けられていたことから、ボンカレーという愛称で呼ぶ者も,もいた。日本赤十字社などで大規模災害時の救援資材に、 使用されている。1991年6月の雲仙岳、噴火災害の際には、被災者を見舞った、近所天皇も同じものを食べている。天皇のカレーライス付きは有名で、この県に限らず、行行先での昼食にしばしば食べるという。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。